1859年パリオペラ座での初演時のポスター、ディノラは、ジャコモ・マイア・ベアによる三幕のオペラコミックである。現在は、ディノラ、または、プロエルメルの許しで、初演は、パリのオペライコールコミック座で1858年4月4日に、行われた。ディノーラや、プロエルメルの巡礼とも表記される。カール・ヨーゼフ・フベガスによる1851年時の、マイア・ベア・マイア・ベアは、 当初、一幕物の作曲をオペラコミック座の支配人、エミール・ペランに持ちかけた。ペランはお世辞を武器として使いつつ、マイア・ベアの説得を試みた。彼は、マイア・ベアに、一幕物ですと、人よの出し物としては短すぎるので、もう一作上演しなければなりません。しかし、あなたは、現在、最も著名なオペラ作曲家ですから、 同日に上演するにふさわしい演目などありえませんと言い,い、一晩の公演を完結させるべく三幕物への変更を要求したのであった。マイア・ベアはこの要求に応え、合唱と数名の脇役を追加して三幕物を作曲したのであった。オエルを演じたフォル・ディノラはオペライコールコミック座向けのオペラコミックであり、曲間にセリフを含むことが基本となっており、後に変化するが、 ハッピーエンドが長らく不分立であった。マイアウェイアのオペラコミックとしては1854年の北極星に続く第2作となる。この形式の19世紀半ば頃までの代表作には、ボワイルデューの白衣の夫人、ロッシーニのオリー伯爵、オベールのフラディアボロ、クロイドミのエロルドのザンパ、アダンのロンジュモーの御社、ドニゼッティの連帯の娘などがある。 アデリーナ・パッティの肖像画マーク・エベリストによれば、マイア・ベイアのグランドオペラ作品は35年もの期間に及んだが、一方で、彼のオペラ・コミック分野の作品は1850年代に集中しており、彼のキャリアの一端にしかならなかったように思われる。中略、一人の作曲家がグランドオペラとオペラ・コミック両方を書くということが可能であったにもかかわらず、 作曲家たちの間では、オペラコミックに挑戦し、それが成功するまで、グランドオペラを作るのは待たなくてはならないという、明確な共通認識があったということである。なお、マイアベアは、悪魔のロベールを、オペラコミックとして書き、その後オペラ座向きに書き直している。初演は、ナポレオン三世と皇后のウジェニーの隣席の下に、行われ、成功裏に終わった。マイアベアは、 いつものように入念なリハーサルを行い、手抜かりなく準備を進めたのだった。本作は1874年に100回目の公演を記録し、1900年までに200回以上の公演が行われた。マイアベアの日記とは別に妻みんなに宛てた手紙によると、合唱入りの序曲に対する聴衆の喝采が特に激しく、第二幕の有名な聞かせどころの 影の歌やエンディングでの牧歌的なコーラスに人気が集まったとのコメントが残されている。イギリス初演は1859年7月26日、ロンドンのコベントガーデン王立歌劇場で行われた。出演は、マリー・カロリーヌ・ミオランイコールカル、フランチェスコ・グラツヤー・アニラであった。米国初演は1861年3月4日に、ニューオリンズのフレンチ・オペラ・ハウスにて、アデリーナ・パティ、 メルキセデク、カリエラの出演にて行われた。式は、ウジェーヌ・プレボスと出会った。ジュール・バルビエ・ミシェル・カレ本作は、エミール・スベストルによって編纂された、ブルターニュの伝説に基づいた二つの物語を原作としている。リブレットは、ジュール・バルビエとミシェル・カレによってフランス語で作成されている。バルビエとカレのコンビは、グノーの、ファウスト、サバの女王。 ロメオとジュリエットや、アンブロワーズ、トマノ、ハムレット、ミニオン、オフフェンバックの、ホフマン物語など数々の作品を手掛けている。なお、三幕物への改訂にあたって、マイア・ベイア自身もリブレットの作成に参加した。マイア・ベイアは、パリで活躍するようになってからは、本作以外はすべてウジェーヌスクリーブにリブレットを依頼したが、今回だけは彼に依頼しなかった。 オペラ研究家の騎士順心によれば、本作の筋運び自体が悪いわけではない。しかし、追加の場面が多く、主筋に並行する形で、脇役勢が中心となったシーンが、次々と出る。それゆえ、ドラマがなかなか先に進まないという指摘もある。マイア・ベアは、聴衆を魅了し、スリルを味わわせるような技巧を存分に発揮している。本作は、 マイアベアのこれまでの全てのオペラの中では、舞台装置は最も簡素なもので、キャストも最小となっている。しかしながら、表面上の規模の小ささにもかかわらず、グランドオペラの特徴に対するのと同様に詳細な注意を払った明瞭で、絵画的な効果に関する熟達度が際立っている。基地純真によれば、音楽にはそれまでとは違うシンプルな息吹がみなぎっている。 ディノラが歌う、第一幕の子守唄歌や幕切れのコーラスなど、素朴で温かいメロディは、素肌の美しさにも例えたいような魅力を醸し出す。また、オエルの友人コランタンが、第二幕で歌うシャンソンでは、半音階の加工型が、印象的。実は、これと全く同じフレーズが、ベルディのオテロ第一幕で、悪役、ヤーゴが歌う、乾杯の歌に出現する。これまた、 ベルディがマイアベアのアイデアを授与した例であるのだろう、と評している。ディノラの大二幕のコロラトゥーラ・ソプラノのアリア、影の歌は、美しい月の光の降り注ぐ夜の森で田舎娘、ディノラによって歌われる。彼女は愛する、オエルが行くへ不明となり、正気を失い、森の中をさまよっている。彼女は寂しく一人踊り、戯れながら、自分の影に向かって、一人ごとをつぶやく。 シナ難なフィオリトゥーラの技巧とレッジェーロの華麗な旋律が歌い手の優れた美声とテクニックを要求する難曲である。全曲が上演されることの稀な本作にあって単独で取り上げられるアリアである。このアリアは、いわゆる狂乱の場と考えられる。アデリーナ・パッティはディノラの国際的名声を高める役割を担い、ベルリン、ウィーン、サンクトペテルブルク、ニューヨークなどで歌った。 このアリアは、アメリータガリクルチ、リリー・ポンス、マドロバン、マリア・カラス、ビバリー・シルズ、ジョーン・サザーランド、アンナ・ムフォ、スミ、ジョー、ナタリー・デッセイ、ディアナ・ダム・ムラウなどによって歌われている。ルイーザ・テラッツァーにハーモニウム、カネ、ウィンド・マシーン、サンダー・マシーン第1幕、約60分、第2幕、約40分、第3幕、約40分、全幕で、 1> 約1時間20分時と場所、19世紀、フランスのブルターニュ地方、マリー・カベル、ヤギイたちは農夫たちが丘を下ってくるところに出くわす。農民たちは光り輝く費用が圧勝する。彼らはみんな暗くなる前に家に帰るところである。結婚式の日に、ディノラは婚約者オエルに見捨てられてから正気を失ってしまったのである。ディノラはベラという名のヤギを探し、 ベラを捕まえたと信じて込み、ベラに、子守唄、私の可愛いベラを歌いつつ立ち去る。するに、バグパイプを吹きながら、コランタンが現れ、小屋に急ぎ入っていく。臆病者のコランタンは、暗くなる前に、彼が最近おじから受け継いだ小屋に戻れたので、ほっと一息をつくと気を取り直して、バグパイプを演奏し始め、クープレ、神は皆に分け与えるを歌う。ディノラは、音楽に惹かれ、 コランタンの小屋に入ってくる。ドアを腰に風が吹き込みる遅くを消してしまう。ディノラとコランタンは暗闇の中でお互いを見出す。怯える若い男は彼がコリガンの女王の前にいると信じています。ディノラは彼にバグパイプをもう一度演奏するように頼むとコランタンは演奏する。ディノラはコランタンを婚約者のオイルだと信じ込む。彼女は 彼と踊りたがるので、恐れるコランタンはあえて拒否せず、踊り始め、もう一度、もう一度と二重傷となる。ダンスに疲れ切って、二人はやがて眠りに落ちる。オエルが、わらぶき屋根の小屋のドアをノックすると、目を覚ましたディノラは窓から逃げ出し、コランタンは、肘掛け椅子の後ろに隠れる。オエルは勝手に小屋に入り、コランタンのおじと話したいという。オエルは、 コランタンのおじが死んだと聞いて気が動転したように見えるがすぐに気を取り直しそれではコランタンと話がしたいというオエルはコランタンと話をする前に居酒屋で食事をするよう勧められる一人になるとオエルは素晴らしい宝物を手に入れられることに喜びを覚える伝説によると宝物に最初に触れた人は 死ぬということなので、オエルにはそのための友達が必要だったのだ。オエルは何が起こるかを、コランタン本人に告げることなく、彼に宝物に最初に手に入れる人となる、こと了解させたいと思っている。コランタンが帰ってくると、オイルは嵐によって、彼らの結婚式の日に二人の小屋を破壊されたのだが、オエルは、花嫁と不幸を嘆き悲しみつつ生きるのではなく、 小屋の修復費用を捻出するために宝物を探しに行くことにした。言い伝えよれば宝を手に入れるにはまず人里離れて一年暮らさねばならいという。その後宝物を山分けすることができるので一緒に宝探しに来るようにコランタンを説得する。宝物を手に入れられるという話は気に入ったコランタンだがなぜオエルがそんなうまい話を彼に持ちかけるのか。 いぶかしく思う。彼の疑いを収めるために、オエルは、コランタンに酒を飲ませる。コランタンは、少し酔ってしまい、ようやく、オエルの話に乗ることにする。すると、ディノラの、ヤギベラのベルが遠くから聞こえてくる。オエルは、動物が彼らを宝物へと導くと確信し、小屋から飛び出し、続いて怯えつつ、コランタンも出てくる。ヤギを探しているディノラもベルを聞いて、 寄ってくる。ひどい嵐の時、逃げたベラを追いかけて出て行ったのだった。第一話第二幕のデッサンキコリたちはワインを飲みながら、このワインはうまいと合唱し、居酒屋で夜を過ごした後、家に帰っていく。ディノラは、ロマンス、私はここよ。オエルはここで私を待っているに違いないを歌う。ディノラが、オエルのことを知っていると思ったキコリに話を聞こう、思っていると、 彼女が近づいた時には、木こりはなくなっており、ディノラはいつも一人だと泣き始めてしまう。すると、年老いた山の魔法使いが現れ、月の光を彼女の上に降り注ぐ、彼女の影が彼女の足に投げかけられる。すると、ディノラは喜んで彼女の影に挨拶し、話し始める。ディノラは、彼女の影に、さあ、行こう、レッスンを始めましょうという。ディノラは、 彼女の影が結婚式の前夜に踊ることを学びに来たのだと勝手に想像する。ディノラは彼女の影とアリア、影の歌を歌い踊る。第2話第2幕のラストシーン。ディノラが川に落下オイルとコランタンは宝の場所を示す光輝く十字架の出現を待っている。オイルは周囲を見回しに行き置き去りにされたコランタンは勇気を出してシャンソン、ああ なんて寒い。ああ。なんて怖い。を歌い始める。ディノラが現れて、コランタンに話しかけると、コランタンは彼女が伝説に現れる妖精の女王ではないことを理解する。ディノラは隠された宝物の伝説を語り、最初に触れた人が死ぬことをコランタンに警告し、すぐに立ち去ってしまう。オエルがどのように宝物を手に入れるかを決めるために戻ってくる。 オエルは宝物に最初に触れるように、コランタンに提案するが、コランタンは拒否する。ディノラが再び現れ、コランタンはディノラに呪われた宝物に触れるように説得しようする。暗闇の中なので、オエルは彼女が自分の婚約者ディノラであることに気づいていないが、罪のない娘を犠牲にすることに消極的な態度をとる。ディノラは、突然、ベラが橋を渡るのを見て、追いかける。 ディノラが橋を渡り始めると、稲妻が突然橋に当たり、娘は峡谷に落ちてしまう。オエルは、娘が彼の花嫁ディノラであることに気づき、彼女を助けに行く。第一話第三幕のシーンカリュード、ノーフと二人のヤギ界の女たちの陽気な歌い声で、幕が開く。カリュードは、昨夜のひどい嵐の後の田園の落ち着いた、美しさを喜ぶ。カリュードが去るとノーフは、 自分の鎌を研ぎながら畑に向かっていく。二人のヤギ界の女たちは笛を吹きつつ、牧歌風の歌、ジュニッパーの下でを歌う。カルードとノーフがヤギ界の女たちに嵐の被害状況などを話し始める。皆は神よ、私たちの父よと声を上げて、彼らが救われたことに対する神への感謝の気持ちを表すように祈り始める。コランタンが現れ、なんと、 まだ生きていると驚き、もう宝物を探しなんてやらないと誓う。オエルが意識を失ったディノラを腕に抱えて入ってくる。コランタンは薔葺きの屋根の小屋に薬を探しに行く。オエルは自分の不幸を嘆き、気持ちが君を傷つけてしまったと嘆き、ディノラに引き起こされたすべての危害について許しを請う。オエルはディノラが死ぬのではないかと恐れているが、彼女は目覚め。 そして彼女の最愛の人を見ると、ようやく正気を取り戻す。プロイルメルへ巡礼に向かう村人たちが宗教的な歌、セマリアを合唱していると、コランタンが戻ってくる。オエルはすべての人に事情を説明し、元気を取り戻したディノラを見てほしいという。皆はディノラを見て安心し、ディノラはオエルと並んで結婚式が取り行われる。 礼拝堂に向かう行列に加わるのだった。ありがとうございます。